やりすぎるものを一回やって恥ずかしがらずに戻ってくるっていう、いうのもまた客観的に聞いていくっていうのが、声優アーティストさんからそっち側が出てきたらちょっと僕ら居場所ないですね。ライブはレコーディングのように、レコーディングはライブのように、これもう終わらないですよこれ。はい、というわけで始まりました声優エンタメチャンネル、私司会を務めております小田敏光です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ということで、毎回素敵な卒業生ゲストを迎えまして様々なトークを繰り広げておりますこの番組なのですが、今回も、プロのミュージシャンの方にお越しいただいているということになっておりますので、早速ご紹介させていただきます。アンダーグラフボーカルギターの的原直人さんです。的原です、よろしくお願いします。お願いいたします。今回もありがとうございます。ありがとうございます。ということでまたいろいろ伺っていきたいなみたいなところになっていくんですが、はい、まあ、本当になんか改めて前回も素敵な楽曲聴かせていただいて、はい、あいま、で、まあ、本当にこのためだけのアコースティックバージョンということで本当にありがとうございました。ありがとうございます。でいろいろとやっぱりなんか伺っていく中で、同じ、まあ、僕らも声優という職業で、そしてミュージシャンという方々、まあ、やっぱりこう表現する上でのなんか共通点とか接点というのもあるんだなみたいなことをやっぱ伺いながら、自分も本当にこういう方とお話しする機会ってまずないので、めちゃくちゃ新鮮だったり、でもなんか逆にそういうあるあるを共感できることでちょっと安心できる部分もあったというか、はい、うん、なんかそういうことを感じてるんですが、で実際に今回はちょっとそういうところに一つ焦点を当ててみようかなということで、うん、テーマをご用意させていただきました。早速発表させていただきます。今回のテーマがアンダーグラフの的原さんに表現することについて聞いてみたという、もう本当まんまの、すごいですねこれは。もう下北沢で朝まで飲まなくちゃいけないテーマ。あの嫌いではないですね。嫌いではないですね。表現とは何ぞや。そうですね、まあ、改めて我々の僕ら職業というのはもうこの声を特にこう、まあ、表現していくというような、まあ、特化した部分であって、で実際に、まあ、的原さんは、まあ、当然歌であり、はい、まあ、音楽というところになっていくっていうところなんですが、はい、多分ご存知だと思うんですけど、この我々の声優業界でも今声優アーティストと、はい、呼ばれる方が、まあ、うん、いらっしゃって、はい、で実際にこうご覧になっているここの方々も、うん、そこに憧れていらっしゃるって方が多くなってるでしょうね、で、うん、僕もここで講師を、まあ、務めてますと、はい、歌をやりたいですと、声優業界なんだけど、はい、歌をやりたいですっていう方やっぱ多くて、うん、はい、で実際にそういう部分での、まあ、相談というか質問、うん、いろいろ心構えなんていうところもやっぱりこれからは伝えていく時代になってるのかななんて思うんですが、はい、なんかそうなりますと、もう改めてそこのスペシャリストの方にちょっといろいろと、はい、まあまあ本当にざくばらんにお話を伺えればと思うんですが、ええ、声優アーティストって改めてどういうふうに受け止めてらっしゃるんですか。なんかざっくりでいいんですけど。いや、まあ、まあマルチですね、僕の中で言うとマルチな人っていうイメージです。マルチアーティストっていうイメージで、僕声優の方の曲を作らせていただいたりとか、ヨハンシペダルってアニメの中では森越祥太郎さんにラップをやっていただいたりとかしてるんですけど、はいはい、何でもできるなって感じですね。あ、実際立ち上がれたんですか。はいはい、ああ、うわ、ピッチもいいし揺れないし、はいはい、すごいなって、なんかこういう時代来たなっていう感じを感じましたね。何でもできるなっていう感じです。やっぱ基礎をちゃんと並んで、なんかそういう道をしっかり一度やっぱ通ってるんだろうなっていうのってあるじゃないですか。だから何でもそういう演技も含めて、できるんだろうなっていうのをすごい感じます。逆にここはやっぱちょっとミュージシャンとは違うなみたいに感じることってあるんですか、その表現として見てた時に。まあ、そうですね、あ、ミュージシャンっていうか、そういう声優さんの歌、声優さんが歌ってる歌の歌い方と、まあ、本当にライブハウスとかそういうとこから出てくる歌っていうと、うん、声優さんの歌い方がまあ綺麗ですね。あ、綺麗だなっていう感じです。はい、綺麗で、まあ、美しいって感じで、で、まあ、ミュージシャンって言われる人たちっていうのは、なんかちょっといい意味でも汚れてる部分があったりとか、それは個性と言われる部分であったりとかするってところがあるんで、まあ、そこは大きく違うところかなとは思いますね。あ、なるほどですね、うん、そっか、そういう部分、確かにここに関してはきっちりやりましょうみたいなところが僕ら土台としてやっぱりあるんで、綺麗です本当に、あのリズムもいいですし。あ、でも、はい、なるほどですね。
全然意識してないと思います。でしょうね、その綺麗にしようっていう意識は全くなく、なんかあの真面目だなって感じですかね。あ、いや歌に出てくるニュアンスで言ったら、真面目な人が多いのかな。だからちゃんと一生懸命努力してきたんだなって思います。でも確かにその音の出し方についての真面目さっていう感覚は、はい、真面目なつもり一切なくても出ちゃってるんじゃないかなっていうのは、はい、うん、ですね。でそれも確かにメリットもあればデメリットも確かにあるのかなみたいなのは。そうですね、両方ありますもんね、うん、それはあります、あります、はいはい、だから逆に僕なんかもう前回とか前々回とか、例えばまさに又田さんの歌声聞かせてもらった時に、はい、まあ、そういう意味での声優アーティストとは全く違うという感覚を抱きましたし、いやもう声優アーティストさんからそっち側が出てきたらもうちょっと僕ら居場所ないです、ね、いや本当にもうあのしっかりと基礎とかをやってやり続けていただきたいというか、で僕らもそう見習いところがあるので、そこの部分だけは取ろうと思ったり、はい、逆になんかもっとこう個性的なものが欲しければそのってなっていうと今後でも出てくるんでしょうね。もう、あ、確かに、もうあえて、あえて個性しか出さない、いや実はすごく技術があるのにそれを完全に隠してたら、もう出てきてるのかもしれないですけど、そうするともうミュージシャンとかっていう単語なくなって、はい、ひょっとすると声優さんでもなくなって本当にもう全員がアーティストっていう、はい、時代が来るんじゃないかなとも思ったりもしますね。確かにそこはあるかもしれませんね、はい、分かりました。さあそんなじゃあ状況でいろいろ声優アーティストという、まあ、位置づけをご覧になっている的原さんなんですけれども、はい、的原さん自身がこれ本当にもう興味本位ですよ、はい、歌を普段歌ってらっしゃる声で表現、まあ、歌で表現されるにあたってなんかされてること、練習とか気をつけてるとかケアとかなんかあるんですか。ミュージシャンとしてはやっぱもういや全く練習とかしないですねって言いたいんですけど、全くそんなことなくて、まあ練習っていうか僕らが やってきたのは本当にもう客観的に何度も聞くっていう一番嫌な作業なんですけど、聞く、はい、リハーサルの音源リハーサルを録音してそれがを撮って家に帰って聞くっていう、これ本当に嫌なんですよ、うん、全然やりたくないんですけど、あでもめっちゃ実はこちらのそれあるあるがあって僕らは、うん、自分の声聞くのが嫌なんです。ああそうですか。な方が多分結構多いですか。プロではもう8割レベルで。ああ放送とか載ってるやつも嫌ですか。僕は正直嫌です。恥ずかしいもいろいろあるんですけどやっぱ聞きたくないんですよね。僕ねなんか気持ちよかったリハであればあるほど持ち帰ったらひどいんですよ内容が、いう時期が多かったんですね、はいはい、なんて言ったんですかね、深夜に書くラブレターみたいな、あとになってちょっと過ぎなって見てみたらすごいできたって感じでことかけた、でも翌日見てみたらこれ何みたいな、そういうのがみたいなやつダメなんで、だからミュージシャンで言われてるのはライブはレコーディングのように、レコーディングはライブのようにっていうのよく言われるんですね。あその歌ってる瞬間は、はい、だからライブ中はレコーディングしてるように丁寧に歌いなさい、でもレコーディングは丁寧にやるように歌うと伝わらないから、ライブやってるように、でも人間なんでやっぱライブとかなるとライブするじゃないですか、めちゃくちゃあれ盛り上がりますね。そうすると帰って聞くと、もう恥ずかしいみたいな、なんでこんな、でも要するにちょっとアラが出てきちゃうというか、あでもその時のノリなわけですもんね、はいはい、うん、でそれをやっぱりすごい盛り上がっててもちゃんと聞けるようなぐらいところまでにこう持っていくっていうのをするためにこう繰り返し繰り返し、特に新人の頃とかっていうか、インディーズの頃とか聞いてました、ね、俗に言うブレないようにって意味合いですか、まあ、乗ったとしても、ね、まあ、そういうことでしょうね多分、だからすっごいよく演奏できたと思って聞くと大体テンポ早かったりとか、だからいかにこう客観的に自分を持っていけるかっていうところがやっぱし、うん、なんか一番表現なんだなっていうのは僕は感じてますけどね。同じじゃない、そんなことないですか。めちゃくちゃわかります。その練習は本番のようにとかっていうのもなんか似てるし、ああなるほどなるほど、本番はもう練習のようにっていうのは同じですね。練習は本番のように、あ本番は練習のように、あそう確かにそうですよね。本番は練習でやってきたこと、あなるほどなるほど、練習は本番でやりなさいっていうのはちょっと多分似てる部分だと思うんですよね。ちなみに、はい、ざっくりでいいんですけど、どれぐらいからそういうのを、あ予想通りだったなとかコントロールできてるかなって感じられるようになるもんだったんですか。僕はでもデビューした7、8年目ぐらいだったと思います、はい、やっとあ自分が出したいと思ったような感じにちゃんとライブができてたんだなとかは、それぐらいだったと思うんですよ。それまではねもう最悪ですよ、インディーズの頃なんか本当にそんな感覚ですか。もう最悪です。 MC とかなんかもう聞けないですし、むちゃくちゃ早口で、はい、むちゃくちゃなんかえでもよろしくお願いしますみたいなめちゃこいつ
さっき早口って話もちょっとありましたけど、はい、一緒ですよね。あのだから僕それさっき本当にちょっと回ってないところでお話伺っててすげーって思ったんですけど、歌も早くなっちゃうって、うん、緊張感で。なりますね。だからめちゃくちゃ遅く自分は意識するみたいな。そうですね、結構、はい、今回の翼って曲も、まあ、体感ではジャ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 これでいきたいんですけど、はい、なんかやっぱあと本当に出したいのは後から起動で出したいのはジャ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 くらいなんですよ。でそれで後から聞いて、まあこんなもんっていう。だからやっぱそういうありますか、声優めちゃくちゃあるんです。アフレコって作業があるじゃないですか、はいはい、アニメーションの口パクに合わせていくって作業なんですが、うんうん、早いんです大体みんな最初失敗は。あそうですか。俗にこぼれるっていうことがないんです、はい、やっぱパクるって言うんですけど。あそれパクるって言うんですか。あの先に言葉僕セリフが言い終わっちゃって、はい、アニメのパクパクが残っちゃうので、はいはいはい、パクるって。でそれ逆がこぼれるって言うんですが、だから大体みんなやっぱ緊張から入っていくと新人さんのもうアニメアフレコの失敗あるあるはもうパクっちゃう。じゃあ一発目からこぼれるっていうのはもうなかなかないんです。なかなかないですね。でやっぱり、まあ、俗に言うお芝居が大きくなる人、うんうん、まあそのやっぱベテランさんとかはすっごい大きなお芝居をされるとこぼれていきがちっていうのが。でももう大半がパクる、つまり早く早上がりなんて言うんですけど、ね、はい、でそれが大体まあ先ほどの話ですと、まあ、7、8年ほど経ってきた頃から、うん、大体自分の予想通り思い通りぐらいにはなってきたかなって。そうですね、うん、はい、なんか面白いもので、うん、それも大体声優のキャリアと似てるかもしれないです。あそうですか。表現って難しいんですねやっぱり。ですね、やっぱ時間経験は必要なのかなっていうのが思ったりするんですけれども、はい、うんうん、あのちょっと別の質問が来てまして、はいはい、的原さんは、うん、演技のお仕事、声のお仕事、依頼ってあったりしたことあったりしますかっていう質問がちょっと唐突にあるんですけど。あの演技は仕事というか自分たちの曲が指先から世界をって曲があるんですけど、はい、それが生田絵沙夫監督がミュージックビデオにしたんですけど、あ、はいはい、その時に本人面白いから出ろって言われて、お、あの出たんですけど。ああいかがでした。いやもう全然才能ないです俺。そうなんですか。もう歩くことさえも普通に歩けないですし。あ、やっぱ意識されました。意識して意識しないようにするって本当にすごいなって思うぐらい。確かに確かに。まあ、まあ、なくて、あの声の仕事はナレーションっていうか CM のやつはいろいろいただいてるんですけど、はいはい、もう自分を表現するっていうよりも言われるがままにやってるだけっていう感じで、はい、でもすごい楽しいんですけど。あ、楽しいわ。はい、楽しいです。ただあのいつかご相談したいんですけど、ちょっと分かりにくいオファーってあるじゃないですか。なんかこう、ええ、シックな夜のなんかでも明け方にいるような声質で雰囲気でとか言われても、はい、そこまで想像力がないんで声で表現できないんで、はい、僕本当に声とか演技とかできる人すごいなって思います。自分ではもうあんまりそこ才能ないだろうなっていうか。そうですか。思いますね。でも、まあ、やるのは楽しいんでやりますけど。あ、でも、うん、なんかそう言っていただけると嬉しいなと思うんですが、うん、なんか失礼ながら的原さんやっぱお声がかっこいいというなんか印象があって、でナレーションを実際されるというのもよくわかるななんて思うんですが、はい、シックな感じの夜のとか、うん、あるあるですね。でも なりきるじゃないですか、声の方ってそのスイッチ変えて。まあそうですね。その時ってどんな感じなんですか。もう自分ないんですか。あ、感覚としては、はい、自分という自覚は、はい、そのキャラとして、あ、僕の場合ですよ、はいはいはい、聞く人によって違うので、僕は自分っていう自分が、うん、そのキャラクターになってるという自覚に変わるっていう感じですね。それ自分とキャラでいうと何対何ぐらいですか。自分1ぐらいですか。いや1だと多分制御が効かなくなると思うんで、はい、最悪僕はいつも自分なりに心がけてるのは、はい、上回らなければもうそこで十分と。あ、それぐらいやっぱ自分もちゃんとあるんですね。ぐらいにしてあります。なんか64、ね、で昔実はこれを参考にした理由が、うん、とある関西の大御所のミュージシャンの方が、はい、そんなもん歌詞なんかにどっぷり入ったら歌えねえよっていうのを見たことがあるんですよ、テレビで。歌手ってもうがっつりどっぷりもう自分の世界観で歌うんじゃないのって言ったら、いやそんなになっちゃったら歌えなくなるだろって、まあまあまあ、確かにそうですね。もうなんならライブでも歌いながら今日どんな可愛い客来てんだみたいなことぐらいやらないとって。なるほどなるほど。あ、でもなんかそれが僕らも入り込みすぎると今自分が何をしてるのかが分からなくなるっていうのが。あ、なるほど。僕が そこでなんかそれに実はミュージシャンのそういう方々の感覚にヒントを得て。なるほど。で、まあ、なんか言い方ちょっとあれなんですけど、バレなければいいという感覚にちょっと近いというか、うんうん、あ、
なんかキャラじゃなくないみたいなことにならないようにしよう。じゃあやっぱり表現力の演技力ってのはやっぱテクニックですか。まずはテクニックだと思ってるんですけど、まずテクニックがやっぱ大きければ大きいほど自分を出してもちゃんとできるっていう、制御はできると思います。なるほどなるほど。ただしこの演技力はあくまでテクニックでしかないので、感性というものがそこに増大しないことにはこれだけあっても意味がないものっていう位置づけにはしてるんです、ね、これは下北ですね。もうこれもう終わらないですよ。これ追加で注文お願いしていいですかっていう感じです。いやでもすごくいい話ですね。それは又原さんは今の僕のお話をご理解めちゃくちゃいただいてるということは、いやもうなんか声優の方とかってなんかそういう自分1ぐらいでやってると思ってました、でも人によってはバチン切る感じっていうか、人によっては1ぐらいだよって言ってる方も多分いらっしゃると思うんですけど、多分1は達人でも相当上のレベルかもしれないですね。3ぐらい残しとかないと。なるほど。で6、4だったらまあ一応6が勝ってるからバレないし、はいはいはい、それでまあ少しずつこう7、8でそれぐらいになっても制御できてるっていう状況があればすごい達人じゃないかなっていう僕は位置づけにしてまして。なるほどなるほど、いや尽きないですね。尽きないです。こういう話は、はい、これなんか面白い質問も来てまして、はい、声優のお仕事でなんかしてみたい仕事ありますっていうような、なんかこんな興味なんかどうなんでしょうかというところなんですが。いやあれやりたいです。え、声優っていうかキャラクターが声優があって、はい、歌を歌うシーンってあるじゃないですか。あ、はい、そこで僕が歌いたいです。あ、はい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 、なんかそういうのすごいやりたいです、ね、歌パート歌がそ、あ、そうそう、歌パートミュージシャンの方にやっていただいて、はい、でセリフパートは声優さんがあって、はい、それめっちゃやりたいなって思います。あ、そうなんですか、はい、へえ。なんかいいなって思います。僕じゃない顔で僕の声が歌われるってすごいいいなって。確かに確かに、はい、でちょっとやっぱキャラクターの感情なんかも入れつつ、入れつつなんかってあるんで。あ、そういうのご興味ありますか。ありますあります。言っちゃいましたけど大丈夫ですか。じゃあそういう時はなんか意外と見てる人は見てますよ。あ、本当ですか。これはちょっともしかすると実現なんてこともいずれ出てくるかもしれないなっていうのを思いながらなんですが、はい、最後になりますが、はいはい、あくまでこの表現をしていくにあたりまして、うん、まあ的原さん自身がご自身で思うその表現をしっかり見せていく、まあ押さえていくポイントというか、はい、うん、どういうところ大事にしてるなんていうのはあればお聞かせいただけますか。もう表現なんで客観性だと思うんですよ。うーん、いかに客観的に自分を見れるかっていうのがポイントかなって思うと、はい、自分が思ってるよりもいくつか最初は大げさにやるべきだなとかは思います。大げさにちょっとやって大きくやってみて、はい、大きくやってみて、やりすぎたってことまでをやらないと、はい、たどり着けないんだろうなと思うんで、もうとりあえずやりすぎるものを一回やって恥ずかしがらずに戻ってくるっていう、はいはい、いうのをまた客観的に聞いていくっていうのが表現なのかなって僕は思ってますけど、ね、最初はそれ嫌だけどやっぱその嫌なことでもやっぱ大事なことだなっていうのは絶対に受け止めてらっしゃるってことですよね、うん、そうですね、うん、はい、あ、そこも本当に全く同じ、全く同じですか。演技というのは頑張ろう本当に恥ずかしいかもしれないけどまず大きくやってみようっていうのは結構上等手段僕らも使うので、はい、いやでも同じことをやっぱりちょっと考えて取り組んでらっしゃるんですね。はい、あ、でもすごい貴重な意見たくさんいただけましてありがとうございます。また引き続き伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。というわけで声優エンタメチャンネルでは皆様からのさまざまなコメントを募集しております。ぜひぜひ気になったこと知りたいことございましたら下のコメント欄の方にご記入いただければと思いますし、随時チャンネル登録の方も募集しておりますのでそちらもぜひよろしくお願いいたします。じゃあすいません、また今回も例のキャッチフレーズいただいて終わりたいと思いますので、はい、それではいきます、どうぞ。夢を夢で終わらせない声優エンタメチャンネル、ありがとうございます。アンダーグラフ的原直人さんでした。お願いします。休みっていう日が2日しかなかったんですね。やっと掴んだこれ。ザ・下積みですね。